ちワルツ。どうもバレリーナ芸人の松浦恵子です。キラキラ。いや皆さんお久しぶりすぎますよね。本当に申し訳ございません。あのですね、この更新できてない数ヶ月間本当にいろいろありまして、 YouTube だけ見てる方、 YouTube の中の私しかあの存在を知らない方からしたらもう何サボってんねんってなると思うんですけど、まあ、ちょっといろいろあるけども、まず3月に笑いの殿堂ナンバーグランド花月で私の単独ライブをさせていただいたんですけどね、とんでもない大きいイベントで、それの東京バージョン開催決定しまして、いつの間にみたいな、もう間もなくなんですけど6月11日です。で、前売りチケット完売しましたが当日券ありますけど、とゲストがちょっと豪華なのでせっかくなので発表したいと思います。ココリコの田中さんと銀シャリさんとバイク川崎バイクさんと体操銀のオラキオさんでございます。まあ、単独ライブ、単独公演何するのって思うと思うんですけど、まあ、見に来てくださった方分かると思うんですけど、本当にね命がけで全部やるんですよ。そのお笑いもあるしバレエもあるし、まあ、その他大阪だったら宝塚もやったし、なんか今回東京も全然違うんですよ。今回の東京はファンクラブの方参加型になってますので、気になる方はぜひチェックしてください。で、この投稿してない間に本当に本当にね、絶対動画でも言えないようないろんなことがあったりとか、新喜劇の舞台はねちょっと休演してたりとか、何個かかなり本当に各方面にご迷惑をおかけしたんですけれども、 YouTube 更新できなかった理由としては、お笑いしてる人だと分かると思うんですけど、単独の準備って本当にきついんですよ。もう1週間寝てないし、ちゃんとね2時間睡眠が普通なんですよ、準備多すぎて。ただでもその本番すごいので、来る方ぜひ楽しみにしていただけたらと思うんですけども、まあ、そんなこともありますが、本出ました、2冊目の本が出ました。今回は、まあ、バレエ界のファンの方はね、この中村翔子さんと菅井まどかさん、とんでもないトップバレリーナとまた対談させていただいてます。お二方本当に本当にありがとうございます。かなり気合いの入ってる一冊でございますね。ぜひ全国書店で発売してますので、あおーオーマイガー。そうそう、実はね、この発売した直後に大阪の方では蔦屋さんでサイン会があったんですよ。サインとツーショット撮影とトークイベントで、次7月1日実は新宿の紀伊国屋書店さんの方で同じくサイン会、ツーショット撮影、トークイベントあるんですけど、実はお昼の場も完売してしまいまして、夜ならまだ枠が空いてますんで、ぜひ本のねサイン会興味ある方、東京の方いらっしゃったらどうぞどうぞどうぞ。1冊目よりだいぶさらに力入ってます。ざーっとこうね、おなじみの面白いネタから、今回はじゃん、ヒストリーって言って私の過去の写真も全部載せてます。今回気合入ってるのが Q&A ってね、私の、まあ、結構私ありがたいことに SNS とかインスタとかツイッターでもお悩み相談をめちゃくちゃいただくんですよ。それを一番来るであろう質問から、こう本当に人としての悩みとかバレエに関する結構深い悩みも長文で答えてますので、気になる方はぜひお手に取ってご覧ください。いやこれほんま撮影がすごい大変で、100着ぐらい自前で持ってったんですけど、あと衣装はシルビアさんの無償提供、そしてアトリエ吉野さんにもご協力いただいたんですけども、本屋さんとかで見たら多分これはちゃんと読まだなって思ってしまうぐらいの一冊に仕上がってます。めちゃくちゃ頑張ったんで、これ撮影の時気合入りすぎて本当に3日間で何百着だから、もう写真集並みに撮ったんですけど、気合入れすぎて本当に倒れましたし大変だったので、今回男性役もかなりやってますし、いろいろ、まあとにかくこのねお二人のトークが最強。お二人からの私に対するお話とか、むちゃくちゃありがたいお話、バレエ界ひっくり返るよねこれみたいな話もいただきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。YouTube を更新してない期間、テレビとかこうメディアとかには出させていただいてて、ただ私ってねこう YouTube で知ってくださってた方多いし、もう更新しないとなって思ってはずっといるんです。でしかもその動画のストックはめっちゃあるんですよ、気狂うぐらい本当に。だからそれを
まだ編集して確認してそのサムネを作ってとかいう時間さえないという状況が続いてまして、ただその6月11日が終わればかなり余裕ができますので、復活できるように頑張りたいと思います。さらにパワーアップして戻ってまいりたいと思います。チャンネル登録、この間外してる方もいらっしゃると思いますが、そういう人たちが後悔するような、チャンネルにしていきたいと思います。芸人あるあるだと思うんですけど、単独前って本当に寝ないんですよ、寝れないんですよ。今回規模も大きいし、基本私、ピン芸人やんほぼみたいな活動してるから、1週間ぐらい余裕で寝てないから、すごい笑顔が下手になってます今。6月11日に来られる方はもう最強の内容に仕上がってますので、大阪来た方も大阪からさらに変えてパワーアップしてますので、ぜひぜひゲストも豪華ですし、今回はちょっと頑張りすぎてるんじゃないか、豪華すぎないかって自分を問いただすぐらいのレベルなんで、ハードル爆上げで来ていただいてぜひよろしくお願いします。今後の話といたしましては、本当にこの夏はバレエのガチの舞台が去年を上回る数、あります。本当に私みたいなこういう芸人を呼んでいただくことっていうのは本当にリスクもあるやろうに、呼ぶ側としてはね、本当にありがたく呼んでいただいて、スケジュール的に出れるものだけは出させていただくという形なので、この夏はたくさんまた出るので、 YouTube でもいろいろ発信していけたらなと思います。ということで、今更なんですけど、ルミネ座吉本の単独のエンディングでもさらっと重大発表させていただきます。で、重大発表多すぎませんか？重大発表お化けですか？重大発表しすぎて皆さんも重大発表慣れしてしまったから、私の重大発表なんてもう重大だと思ってないと思うんで、もう軽く重大発表させていただきます。で、今後も重大発表絶対あると思いますけど、もう重大ちゃうねんなって思いながら重大発表聞いていただいて、これからの重大発表も楽しみに重大発表として聞いていただけたらと思います。では6月11日来られる方はぜひ楽しみにしててください。重大発表込みで本当に更新できなくてすいませんでした。でも変わらず元気にやっております。いろいろ活動してますね。大人の事情いろいろありましたっていうことだけお伝えできればと思います。バイバイ。またみんなでプリエしような。ケイケでした。